はい、皆さんこんにちは。小学4年生の算数特区を確認していきたいと思います。次回がまとめのテストということでですね、算数は割り算の筆算、場合の見方、計算問題出させていただきますね。ここはランドセルが海を越えての学校で、今回プリントからになりますので注意してください。ガイダンスはちょっと飛び飛びなんですが、これはあの通りの10個の感じですね。はい、じゃあ算数なんですが、赤いリボンの長さは白いリボンの長さの3倍で 69cm です。では白いリボンの長さは何センチメートルかということで、前回ですね、何倍ってところをやったと思うんですよ。白いリボンの長さの3倍って言ってるんで、この白いリボンが、これがわからないわけですね。なので仮にちょっと白いリボンを四角と置かせてもらって、これの3倍が69センチメートルだよという、こういう式が成り立つんです。ですので、白いリボンの長さを知りたいときは、この69を3で割ってくださいって、こういう形になるんです。そうすると、いくつになるのかなっていうと、23なんで、23センチメートルと、こういう形になります。はい、図鑑の重さは物語の本の重さの4倍で 960g です。物語の本の重さは何 g ですかっていうことで、960g、あ、ごめん、間違えました。物語の重さの4倍って言ってるね、図鑑がね。で、物語がわからないわけだから、物語を四角に置いて、それの4倍が960だよってことなん で、物語は960を4で割ってくれればいいですね。はい、そうするとこちらの方は240が出ますので、答えは 240g と入ってもらいたい。でメロンは750円でリンゴの値段の5倍で、リンゴの値段がわからないんで、リンゴの値段かける5倍が、750円だよということですね。はい、それで、リンゴの値段を知りたいときは750を割る5にすればいいってことで、リンゴの値段は150っていうことになるよねっていうわけなんで、150円っていう形で入れば OK、ね、こんな形で出してみて。はい、そうしましたらですね、次ですね、ちょっとですね、国語に移りたいと思いますんで、一度画面変わります。はい、チェンジです。では行きましょう。ランドセルは海を越えての学校2番ですね、こちらの方、整備された学校があるとは限らないとありますが、アフガニスタンの話になりますね。紛争地帯ですよね。そういったところに整備された、私たちはよく学校に通ってますけれども、その学校があるわけじゃないんですよってことですね。まず教科書、いや、ノートがないこともあります。校舎もなく、小さな黒板ですね。だけがあるところで、地面に実際座ってるんですね。そしてランドセルが机代わりにも、使われています。で、このランドセルっていうのが、私たちの日本から使い崩されたランドセルを寄付している人がいて、まあそういったのが彼らのもとに行ってたりするわけですね。で、学校に通い始める年齢が違ってくるのはなぜかというと、まあ、子供も働きテストをしてですね、大事なものなんで、まあ、なかなかですね、その家庭家庭によって、学校に行かせられるような状況になるかどうかっていうのはやっぱりまちまちなんですね。で、ランドセルは大きな意味を持つとありますが、これはなぜですかっていうんで、ランドセルを背負った子供を見るとですね、はい、この直後に書いて、学校に行っていない子供たちの親が自分の子供も学校に行かせたいという気持ちになるからだって言ってるよね。なんでここです。親がですよね。自分の子供も学校に行かせたいという気持ちになるから、理由なんでからでまとめて書いてください。そして、学校を筆者が言い換えたところなんですが、これに関しては26行目に未来へつながる希望って言ってるよね。これそのまま書いてもらうといいでしょう。で、子供たちはどのような思いで学校に行っていますかということで、なかなかすごい、私たちはね、本当に恵まれてるんで、あまりこういうことはですね、真剣に考えてる人、そんなに多くないんじゃないかなと思うんだけど、やはり周りの人を助け、人の役に立ちたい。ね、紛争地帯ですから、本当に命かかってるわけですよね。いつ何の時計のね、爆弾とかが落ちてるかわからないところなんで、やっぱりそういうところって一人じゃ生きていけないんです。まあ、通常の日本だって一人で生きていくのは難しいですから、やっぱり周りと人と一緒に助け合って、お互いに支え合って生きていこうということですね。で、この文章で筆者が伝えようとしていることは何ですかってことで、世界の中には学校や勉強する環境整わない中でもですよ、で最後の、ね、2行ですね、真剣に家族や将来、命のことを考えながら勉強している、ね、子どもたちがいるんだってことをやっぱり皆さんにも知ってもらいたいですね。というわけで、ちょっと今回記述が多いんですが、書き抜きのところもありますので、ぜひそういった
したところをしっかりね確認しながらやってみてください。では、本日ここまでとなります。また次回皆さんによろしくお願いします。ではまた。